さて、昨年12月、子ども未来戦略が閣議決定されました。 令和6年度からの3カ年、集中して取り組む支援加速化プランには、私ども公明党が一昨年に策定いたしました子育て応援トータルプランの内容も随所に盛り込んでいただき、高く評価を申し上げたいと思います。例えば、児童手当につきましては、今年の10月分から支給を高校生まで拡充、多子世帯への手当は3万円に増額され、所得制限は撤廃するといった抜本的拡充が図られることになりました。 また私ども推進させていただいた十万円の出産子育て応援交付金につきましても伴走型相談支援と組み合わせて制度化し着実に実施することとなります、まあ、このように子ども政策着実に前進をしております2030年までの期間が少子化傾向を反転させるラストチャンスであるという認識の下で今後とも力強く進めていただきたいと考えますが総理のご決意をいただきたいと思いますあの少子化のまあ進行 今危機的な状況にあると認識をしています若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであり少子化対策今待ったなしの瀬戸際にあると認識をしていますこうした危機感から昨年末に加速化プランをまとめ3.6兆円規模に及ぶ前例のない規模で子ども子育て支援 これを抜本的に強化することとしているわけですが、この加速化プランにおいては、まあ、児童手当の抜本的拡充、出産・子育て応援交付金、保育所の76年ぶりの配置改善、育児休業給付の充実など、長年指摘されながら実現できなかった政策、これを盛り込んでいるところですが、それらは、 公明党がまとめた子育て応援トータルプランにおいても盛り込まれているものであると承知をしていますこうした制度あるいは施策の充実と合わせて社会全体の意識改革を進めることこれも重要であると考えますこういった施策が実際に 生かされるように、活用されるためにも、社会の,この意識を変えていく、まあ、こういった取り組みを合わせて行うことによって、この結果につなげていきたいと考えています我々公明党も今後とも全力で取り組んでまいりたいとそのように考えております。